皆さんこんにちは。今回の動画ではフランスの田舎でのエコな家庭菜園ライフをご紹介します。今年育てているお野菜やハーブ、コンポストを活用した自然と共生する方法もお届けします。厄介な害虫を寄せ付けないための効果的な対策や DIY アイディアも取り入れています。そしてなんと、とんでもない場所に巣を作った可愛い野鳥の驚きの様子も必見です。ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。フランスではスーパーでもマルシェでも常にビオと呼ばれるオーガニック食品の選択があります。有機食品はやはり生産に手間暇がかかったりコストがかかる分、通常の食品よりも割高になります。そのため生活費の問題もあり、私たちは普段の食事でこだわってオーガニックのものを選択して購入するということはできません。でもやはり日頃目にする機会が増えたり、地元の方と話をしたりすることで、自分たちにもできることはやはりやりたいなと思うようになりました。特にここ数年は養蜂をされているお友達と出会ってから、いろいろと環境に優しい暮らしも考えるようになりました。例えば私たちが何気なく使っている蚊よけスプレーや殺虫剤もその一つで、必要な虫や自然環境にも様々な影響を及ぼす可能性があります。もちろん全く使わずに暮らすというのはなかなか難しいことではありますよね。特にこれからの季節、夏になると発生するとても怖い虫がいます。私たちはここに住み始めた頃、家の周りやお庭で時々その虫の巣を発見することがあり、それ以来常に気にかけて巣を作られないようにしています。数年前からやっている対策の一つとしては、紙提灯を吊るすということをやっていました。しかしやはり雨や風などですぐに破れてしまい、何か代用できておしゃれに見えるものはないかなと思っていました。そんな時、マークがかぎ針編みでできるというアイディアを見つけてきました。そして早速家にあった麻ひもで作っているのが、その例の虫の対策なんですが、何だと思いますか？これ、実はスズメバチやアシナガバチの巣なんです。彼らは縄張り争いを避けるため、すでに他の蜂の巣があるところに新たに巣を作る可能性が低いという習性を利用したものです。効果は 100% ではないようですが、我が家では今まで紙の提灯でも効果は見られていたので、見た目次第ではなかなか良さそうです。どんな風に出来上がるかちょっと楽しみです。そして別の対策としては、やはりたくさんの可愛い鳥に来て虫を食べてもらうという作戦です。今年はキジバトが家の窓から見えるところに巣を作ったり、シジュウカラがとんでもないところに卵を産んだりして、お庭もまた賑わっています。
4月の中旬、シジュウカラが巣の材料になりそうなものを運んでいるのをよく見かけるようになりました。シジュウカラは一年中お庭にいて、春になるとヒナを見るので、あまり特別に観察することは少ない野鳥でした。この頃もまたどこかに巣があるんだなぁというくらいに思っていました。でもある時マークが、シジュウカラがテオシードポンプの中に入っていったのを見た、と言うんです。このポンプは壊れていますので、中に水はありませんが、それでも幅2センチ程度のスペースしかありません。一体どんな感じで出入りしているんでしょうか。ちょっと見てみましょう。まさか本当にこんな狭いところに巣を作って子育てをするとは思ってもいませんでした。私たちを警戒して巣に戻ってこれなくなるといけないので、これ以上動画や写真を撮るのは控えました。ヒナたちは無事に成長したみたいで、ポンプの外に出てきた子供たちを見ることができて嬉しかったです。それでは、次は今年育てているお野菜やハーブを紹介します。まずこのカゴに入れて置いているのが、こういうふうにお花の種とかお野菜の種を入れています。まあ、もう少し見やすくなんか可愛い感じで飾って保管できたらなぁと思いながら、なかなかアイディアが思い浮かばず、こういう感じで使ってます。でこれは今日買った種なので、またすぐに植えようかなと思います。これは黄色いインゲン豆で、これは、スナップエンドウみたいな全部食べれる豆です。で基本的にはもう今までは苗を買って、ガーデニングショップでお野菜の苗を買って、で暖かくなったら外に地植えするっていう風にしていたんですけれども、まあ、やっぱり今年も行って感じたのが、すごく苗の値段が高くなっているなぁと感じました。なのでもう今後はできる限り、まずここで種から植えて、ある程度大きくなってから外に植えるというふうにしていきたいと思ってます。でこれがその今まで買った苗たちのそのポット、まあ、まだ使えるので、こういうところに植えて、ベランダ、ここのベランダで、育てて大きくなったら植える
というふうに、今年もいくつかしたものがあるので、それもちょっと合わせて紹介します。でこちらにあるのがその、種から植えて大きく育った、苗で、これから地植えしようかなと思っている野菜たちです。でこれはエスプレット唐辛子っていう、まあ、以前2年前くらいかなにも動画で紹介したことがあるんですけれども、まあ、フランスのバスク地方で栽培されている、まあ、辛さがマイルドな、特徴のある唐辛子です。でこれは去年ガーデニングショップで買った苗のものなんですが、そこについた実をこういうふうに家の中にそのまま入れて、最後乾燥するまでここで置いといた実から種を取って植えて、こういう風になったものです。まあ、正式に言うとそのエスプレット唐辛子っていうのはバスク地方と、まあその周辺で栽培されているものしかエスプレット唐辛子という風には呼んで、販売することはできないみたいなんですけれども、こういうふうに家で育てるのは大丈夫みたいです。じゃあちょっと外の、野菜を植えているところを紹介します。ちなみにこれはまだ紹介したことがないんですけど、私とマークで作ったハリネズミ用のお家です。動画作るところは撮影したんですけど、もう3年前ぐらいかな。まあハリネズミが一向に住む気配がないので動画が完結できず終わってます。でこれがインセクトホテルっていう前動画で紹介したことがあるんですけれども、まあ、虫用のホテルで、これは結構いい感じに機能していて、もうちょっとだいぶ蜘蛛の巣がついちゃってますけども、こういうふうにこの穴が塞がっているところは誰かが住んで卵を産んで、出ていったところなんだと思います。で卵がかえって多分中から虫が出てくると、こういうふうにね、そこから泥の中から穴を開けて出てきます。よく見ると結構ね詰まってる跡があったり、その後穴が開いてたりと。でここに住んでいるハチは、単独行動をする蜂なので、もう私が今、作っているみたいな集団で行動するような蜂用のものではないです。西に面して作っているのがここうちの野菜畑です。でここに植えているのがさっきのエスプレット唐辛子。でこれちっちゃいんですけどメロン、種から植えたんですけど、結局雨が、外に植えてから雨が続いたので、他8株ぐらいあったのは全部ナメクジに食べられちゃいました。でここには、マリーゴールドとなんかジャガイモとなんか紫色のジャガイモみたいな感じの野菜が、これは勝手に育っています。なんか多分うちはコンポストを使ってるんですけど、そのお料理するときに野菜のくずとかを全部土にそのまま埋めてるんで、勝手にこういうふうに育ったりすることがよくあります。
で、これはスーパーで買ったおネギの下だけ植えたらどんどんこう生えてきて青ネギが食べれるので、こういうふうにしたものたちです。で、ここに植えているのが、これは数少ない苗を今年苗を買ったもので、苗から育ててるものなんですけど、これはもうここに実がなっているんで分かると思いますが、あ、これね、きゅうりです。これはなかなかいい感じです。で、ここに植えたのが、これは種から育てたスイートピー。なんか初めて育ててるからこういう感じでいいのか分かりませんけど、なんか結構わさわさになってます。で、向こうには友達からもらったごぼうの種を植えました。で、ここにあるのが、これは多分パプリカ、これとナスはちょっと苗を買いました。パプリカと、で、その時友達がこれも一緒に買ってきてくれたんですけど、ボリジっていう食べれる花、エディブルフラワーの苗も今年は買いました。これも初めて育ててるものです。で、さっき動画の初めの方に、ここをね、真ん中のところをチョキンと切ったらいいという情報を見つけたので切ってみました。なんかそうするとこう脇芽からどん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 生えてきて、周りに大きく成長するという情報を見ました。で、これちょっとアスパラなんですけども、大きくなりすぎちゃったからこのまま、あ、取れちゃった、まあ、いいか。これアスパラガスです。で、ここにも、これはだいぶ初めに植えたマリーゴールドと、トマトは今年は4株買ったんですけど、結局なんか今10株ぐらいあって、というのもこれね、これも勝手にコンポストから生えてきたものです。トマトは結構知らぬ間にコンポストからよく育ってくる植物の一つです。あ、これね、マリーゴールド、もうすぐお花が咲きます。じゃあちょっとコンポストの方を紹介します。で、うちはこことこっち両方でコンポストを作ってるんですけれども、まあ作るって言っても入れるだけ。なんかこういうのをキッチンに置いていて、料理するときに出た生ゴミは全部ここに入れて、まあ、お肉の骨とか魚の皮とかは入れないですけれども、あとアボカドの種とか、まあ、あとは全て全部ここに入れて、このままざっとここに入れて土をかぶせて、まあ、こういうふうに切った落ち葉とか、あの生垣とか、こういうふうに臭かった後のものとか雑草とか全部をここに入れて、微生物などによってミミズとかによって作られた柔らかい土をさっきの畑のところに持って行って使うっていうのをやっています。なので、お店で買った肥料とかを使うことはないです。あとはそうだ、暖炉の灰なんかもここに混ぜ込んだりしています。あとこちらに植えているのはクレソン、クレソンと、これは去年育ててた赤じそ
のまたこの種が落ちたやつをこういうふうにここに持ってきて植えました。最後にここにはハーブ類を入れています。結構料理で必要な時に使えるから切ってそのままフレッシュのまま使えるので役に立ってますが、まあ、どんどんちょっと大きくなりすぎてきて、特にセージとかはどういうふうに消化していいのか消費していいのかわからなくてちょっと困ってます、まあ、とりあえず今はこの花が咲く季節なので、まあ、せっかくなのでちょっと大きくなりすぎてますけれども花が終わるまで待ちたいと思います。うちの家庭菜園の紹介でした。今回このおとりの巣を作る上で私なりに調べて分かったことを共有しますね。自然環境などによっても違いがあるみたいなので、もし皆さんの考えと違うことがあればぜひコメントで教えてください。まず蜂は自然の巣を認識しやすいため灰色、茶色、ベージュなどでおとりの巣を作るのが適しているようです。私は途中で紐が足りなくなったので茶色い毛糸を細い麻糸と混ぜたもので代用しました。また巣を設置する場所も実際に作られやすい環境を想定するのがいいそうです。例えば軒下や樹木の枝で、かつ2メートルから4メートルの高さが効果的だそうです。一つ設置するとどれぐらいの距離に巣を作るのを防ぐ効果があるのかという点ですが、これは私はいまいちどの情報が正しいのか分かりませんでした。一般的にはアシナガバチは約50メートル、スズメバチは約100メートルとありましたが、効果を最大限に引き出すためには適切な位置に複数のおとりの巣を設置し、定期的にメンテナンスを行うのが必要ということです。私もまた蜂の行動を観察しながら必要に応じて巣を増やしていこうかなと思いました。動画をご視聴いただきありがとうございました。